はい。今回は iPhone7 と iPhone11 Pro、Adobe Premiere Rush 使った時のレンダリングの速度比較。これが実際どんなもんなのかっていうのをちょっとテストしようかと。で、前回アップした、まあ、今映ってるこの動画。えっ、ー、とね、iPhone7 で iOS13 までアップデートしたんだけど。はい。その時に作った動画。まあ、内容はちょっとその1個前のやつ、ちょっとリンク概要欄に貼っとくんで見てもらえたらいいと思うけど。 そう、その動画を作ったやつをレンダリング、今から書き出しをしてみようと思います。で、さっきやった時はまは iPhone 11 Pro で書き出しをしたんだけど、ちょっと設定もさっきのに合わせて、あれ ?1080 か俺ずっと1060って書いてたかな。まあ、両方とも1080の 30fps。 はい。撮影は DJ Osmo Pocket。はい。で、ちょっと両方、ま、あ大体同じタイミングで。はい、両方書き出しスタート。これ、Osmo Pocket の方、なんか近いとピント合わないみたいなこと思ったけど、これそんなことないんだね。多分、あれだわ、適当に置いてあるからレンズが切ってなかっただけだ。 ま、このじ、これあれか。画面のサイズの差があるか、この比較してもちょっとあれだけど、今現状を見る限りは、これは、まあ、明らか11 Pro の方が早いかな。進み具合が。で、これちょっとロックを、あのー、自動でかかるようにしてあるから、あの、あれなの途中で時々タップをしないと、レンダリングストップしちゃうんだね。もうそれほんとイライラするんだけど。 かといっていちいちちょっとロック解除するのもめんどくさいなと思って、もうそのままやったね、時々タップはすると思うんで。もう右 iPhone 11 Pro は半分。7だとまだ3分の1ぐらい。かな。まあ、この差は大きいかな。まあ、ただちょっと iPhone 7の方が空き容量がもう目いっぱいな状態。 で、詳しくわかんないけど、パソコンとかも、あの、空きよ量ハードディスク少なくなると処理速度遅くなるみたいな話、あるか、わかんないけどね。ま、あそうなの、そういうの影響あんのかもしんないけど、もう全然違うんですよけどイレ11プロもうそろそろ終わる。で、セブンはまだ、全然。はい。 まあこれ見てもらってサイズ自体も相当違うから手に持った時とかはね、ちょっとね、11は俺ね、厳しいね、重さもあるし、コントロールセンターを右上から出さなきゃいけないっていうのが、もうね、厄介すぎる。はい。11プロは書き出し完了。まだセブンこれ半分いってないからね。まあさっき言った空き容量どうこうあるかもしんないけど、まあこの書き出し、レンダリングに関してはこれだけ差があるっていう。これがだからもう基本的な、 能力の差ってことでいいのかなうん。わかんないけど。ま、あごくごく普通に。iPhone 11 Pro の方は別にこれなんか設定変えてどうこうとか関係ないと思うけど、まあ、こっちはあんま使ってない。アプリもほとんど入れてない。だからなんか重くなる要素っていうのは少ないのかもしれないけど、いろんな面で。うん。まあ、ほぼ、うんと10個アプリ入れてないような状態。あんま使ってない。11 Pro は。 もしかしたらその差もあるかもしんないけど、セブンは空き容量の問題もあるし、山ほどアプリ入れてるから。けどまあ結果的には、まレ1ンプロ圧倒的に早かったんで、ちょっと環境ってのもあるとは思うけど、まあ、何かの参考になれば。まあ、こんな形で、セブンから11プロ、機種編乗り換えしようかなって思ってる人には参考になるかもしれない動画、ちょっと撮っていこうかなと思うので、よかったらまた見てください。はい。さよなら。